三遊亭小金場は落語家の名跡。当代は落語協会の HP では三代目とされているが、小金馬を名乗った落語家は過去六、七人ほど存在する。詳細不明の落語家も含め、小金馬を名乗った人物を年代順に列記する。三代目三遊亭小金場は京都府出身の落語家。落語協会所属。本名、梅本勝久。 出林子は、賭囃子。1968年9月、4代目、三遊亭金馬に入門。講座名は勝馬。1973年9月に、春風亭一丁、柳谷仙八と共に二つ目昇進。1982年12月に、初代古今亭、新五、七代目、三遊亭窓加工、四代目吉原朝馬、春風亭一丁、三代目。 三遊亭小金馬、柳屋線八、六代目古今帝神橋、立川男性、立川左段寺、六代目立川前場で、新内昇進、三代目、三遊亭小金馬を襲名。2018年10月1日、東京都内の自宅で死去。69歳坊津。趣味は、土ドドイツと、川柳、短歌。高校時代には、水泳自由方で、インターハイに出場した。 芸能人水泳大会でトップスターの西条秀樹を差し置いて1位を取ったこともあるという。柳谷子園児、林谷銀平、春風亭一丁、林谷とん兵、平、柳谷福治と共に勉強会、あやめ寄せメンバーだった。ありがとうございます。